るし。だから何かあるんじゃねえか。すっげえ面白いから近づけさせねえんだよ。でもあの町にはさ、鬼が出るって噂だよ。鬼？そうそう、鬼が出るんだよ。人臭い、人臭いって子供をさらいに出てくるんだってさ。あの町のあたりで帰ってこなくなった子がいっぱいいるらしいんだ。絶対嘘に決まってら。嘘じゃないって。俺の友達がね、あの町の近くでものすごくでっかい鬼の影を見たって言ってたんだよ。じゃあよ、みんなで行って確かめようじゃねえか。やだよ。なんだよ。本当に？嘘つくんじゃねえぞ。ねえ、聞かせて聞かせて。静かにしろよ。ねえ、絶対ここだけの秘密にするからさ、教えてよ。男よさめのお遊戯はね、あの町でやっている絶対秘密のかくれんぼなんだ。の気持ち悪く明るくなることがある。その街は全部が迷路になる。でも目印があって、看板の5、5、5、4、4、4を順番にたどって進む。文字を強く見て、お父様の黒部の繋がる道に出るんだ。狐のお面をかぶって遊ぶんだ。男よさまのお遊戯は普通のかくれんぼじゃないんだ。すごく危険なんだ。子供たちがみんな消えちゃうんだって。そう、男よさまのお遊戯はね、本物の鬼が出てきて子供を連れて行っちゃうんだ。もう誰かいるみたいっすね。あれ、8人いるみたいっすよ。確か7人って。何人いたって構わねえよ。俺様が鬼の正体暴くだけのことよ。あ、始まったらしいな、ヒコラ。本当にいいんだな。うん、始まったみたいっすね。ふん、いくぞ。不気味な開け方しやがって。よし、一緒に行こうぜ。うん。してくださいよ。鬼に見つかっちまいますよ。バーカ、んなもんいるわけねえだろ。本当に鬼がいると思ってんのか。なんすか。どっかで屋台でも押してるんじゃねえか。こんなとこで本当にやってんすか。ね、知らねえよ。どうしたんすか、兄貴。ああ、なんかの仏像かなんかじゃないっすかね。親分も本当は。なんだよ、こんなとこに紛らわしいもん置かれて。ざまみろ。罰当たりますよ、親分。
コラ、お前の妹ソリンチャ。そう、ソリンチャは本当に男よ様のお遊戯をしたのか。前の男よ様の遊戯のあった日にいなくなったんだ。男よ様のお遊戯をした後、子供がいなくなるか。探すんだろ、ソリンチャを。うん。俺もみんなどこに行ったか確かめたかったんだ。さっきの女の子、なんとなくソリンちゃんに似てたんだ。何か来る。あ、君は。おい。腹減った。なんか食いもんねえか。持ってないっすよ。じゃあタチチ、お前さっきの屋台探してこいよ。へい。おいスク、お前も行っちまうのかよ。後ろに食い物？いない。あの子どこ行ったんだ。ヤイマ王、やっぱりあの子ソリンちゃんに似てる。
やいまおう、これ、なんだろう。ただの張り紙じゃないのか？なんか違うよ。肝取り、血取り、油取り、小取。これ、鬼の名前だ。一匹じゃない。四匹いる。じゃあ、この真ん中にいるのは何なんだ？おい、何を見てるんだ？
ただのかくれんぼじゃなかったな。見ろよ。ここは？みんなここにいるんじゃないか。ソリンちゃん、見つけるんだ。やめろ！やりまお。君は茶なのか。君は一体。しなくてはならない。男よ様のお遊戯という隠れんぼ。
街の明かりのために。あとはあなただけ。次はあなたが鬼。9、10、もういい。